ファンンディング新しい未来をつかみ取れ初期ボードゲーム数2000っていうのは、はい、これ個数というか種類ってことですかあ個数ですねえっと同じ種類が何種類か持つっていうあまあさすがにえっと、一種類1000個とかそういうひどいことはないと思うんですけどでこのサブスク側の方はこうなんかこう指定はできるような ことはできるんですか。はい、指定することはできます。で、多分毎回毎回選んでるっていうのはめんどくさい、めんくさくなるかもしれないので、えっと選ぶ項目の中にランダムっていうのも入れようかなとは考えておます。これ離脱率って大体どれぐらいで見てるんですか。そうですね。えっと離脱率としては、まあ大体半半年ぐらいでまあ辞める方は多いのかなと考えておりまして。うん すすいませんちょっとと離脱率ううのがちょっとよくわ分からなくかなてですね、まあ、そ一、ね、回契約して、まあ、当然ずっと登録してるってわけは多分ないと思うので、はい、今そのシミュレーションの中で考えられているものっていうのは、はい、登録者数ってこれ多分あると思うんですけれども会員想定って、はい、これって離脱することを想定した上でこれの登録っていう意味でいいんですかね<あ>ただ純増する、まあ、単純に上がっていくだけじゃないですよねもちろんそうですね多分やめていく方とかもいるとは思うので。 まあそれを含めた一応数字にはなってます。実際にそのえっ、ー、と今回はそのいあれでしたっけユーチューバーさんに貸し出すんですかこれは。あこのサービスをえっ、ー、と二ヶ月とか無料で使っていただきまして、はい、それで宣伝していただく。うん今回はということですね。そうですね。はいユーチューブやられてるんですよね。はいユーチューブやってます。なんてチャンネルですか。あボードゲーマーズクラブです。 登録者数がまだ140人とかそれぐらいなんですけどこのタイトルがですね「世界征服の第一歩としてボードゲームシェアリングサービスを作成し」って書いてあるんですけどはい「世界征服したいんですね」したいですあなたが思う世界征服とそれを成し遂げた後その世界征服状態で何がしたいか教えてくださいはいえっと世界征服はまずどういうものかというと、はい、各家庭にボードゲームがあること がその、世界征服の条件だと考えております。で、そ,の多分それが終わった後っていうのは、どこでも多分ボードゲームっていうのができるようになると思うんですよ。で、自分自身はもう本当にいろんな人とボードゲームがしたいんですよ。もうそれこそ、あの、そこら辺の人と話して、まあ、例えばじゃあバーニー行ったとします。でバーニーも多分ボードゲームってその世界線だと置いてあると思うので、 じゃあ一緒にボードゲームやって仲良くなるとか、もういろんなところでボードゲームをやって自分は仲良くなりたい。って考えております。うん。なるほど。これ必要資金の700、うん、900万のうち半分がこの車両費になってるんですけど、はい。この車両費の詳細を教えてもらってもいいですか <laughs> 詳細というか、このサブスクじゃない部分で使うってことですもんね。このもう一個のプランを教えてほしいですね。あ、はい。はい。えっと、その移動式ボードゲームというのが、あの、移動図書館。 であるんですけど、移動図書館ってご存知ですかね。まあ、そ、えっ、ー、と、なんかトラックみたいのに、あの本がたくさん載ってて。で、まあ、例えば、足が悪い人とか、そういうところに向けて、あの本を貸し出す。サービスみたいなものなんですけど。えー、その本の代わりに、ボードゲームを置きます。で、例えば、それで、ちょっといろ、最初はいろんなイベントに参加します。まあ、例えば、飲食店のイベント。例えば、まあ、参加できたらいいなと思うのが。 オクトーバーバフェストとかそういうお酒が絡むようなところまあボードゲームをすることによってまあやっぱりさっき盛り上がったじゃないですかでそういうイベントって思い出ってすごい大事だと思うんですねでそのまあボードゲームをすることによってお酒を飲むプラス、えー、ボードゲームをやって楽しいなっていう思い出にもなりますしまあ先ほどもちょっと話したと思うんですけどボードゲームをやることによってやっぱり声結構出ちゃうんですよねでそれで結構喉が渇いたりとかするので多分客単価 のアップにもなながるんじゃないかなと考えているので、まあ、それで最初はイベント関係を攻めててていいきたいなって考えております並行して始めるたいってことですよね藤野コーポレーション代表大迫源一生まれ育った町池袋で飲食事業を展開ここでタンポポを意味する社名に込めるのは丈夫な根を持ちアスファルトに花を咲かせるほどの生命力 飲食業界の雰囲気が未来への綿毛を世に送る新たな風を吹き込むはいでその始めたい理由あちょっと長いですかね長いですよね、はい、あ大丈夫ですかそういうところに気づくのいいね<ー>うんね、うん <laughs> うん、えっとその移動式ボードゲームをしたい理由としてはあのボードゲームって 実はなかなか広がりづらいところがあるんじゃないかなと考えているんですね。その理由としてはそのボードゲームカフェとかだったら新規のお客様を呼ぶっていうのが難しくてあのボードゲームカフェも普通にボードゲームをするのもあの家の中じゃないですか。で知らない人からするとボードゲームって何、まあ、人生ゲームぐらいのものだろうぐらいにしか多分思ってないと思うんですね。で飲食店の,のイベントとかであのボードゲームの貸し出す。 ことによってそのボード新しい人にボードゲームを触れていただく機会にしたいなって考えております確かにクローズドですよね結構ね知り合いに呼ばれて参加したりとか誰かが持ち込んでこないと、はい、あんまり普段目に触れないですよねそういう場所行かないと、ね、はい。 それにしても900万700万,700万必要なうち460万がこの車両費とテーブル椅子みたいなことでいうと、はい、ここにかける費用が結構でかいんですねそうですねこれえっとあそこなんですけどちょっと移動式ボードゲームスペースは ちょっと迷ってる部分がありましてあの最近オミクロン株の、えーとまあ、人,人口というか、まあ、かかってる人の人口が、まあ、今3000人とかそれぐらいですかね、まあ、なんでこのまままた緊急事態宣言になったなったら、まあ、おそらくまた外に人が出なくなるのでまあ一旦ちょっとこの移動式ボードゲームスペースっていうのはまあ そのまま継続するかどうかっていうのはちょっと今考えてるところですね、うん、明らかに費用対効果が悪いというかこれで儲かりはしない感じじゃないですかなんとなくこれで儲けるためにやりますこの移動式のやつってえっとそれは違いますねなんか宣伝目的ですよね半分そうですねっぽいですよねはいそ,それにしちゃちょっと費用かける費用の割合が大きすぎませんかっていうところはちょっと気になるんですよねあはい、えっと、確かに その移動式ボードゲームスペースがあの一番費用のかかるところだと考えておるあなんですけどでその理由としてはやっぱり新規のお客様にもボードゲームまず触れていただかないとそのボードゲームの多分ボードゲームの市場自体が広がらないんじゃないかなって考えているのでその新しい人たちに向けてもこのサービス あのボーードゲームシェアリングサービスというのは進めたいんですね費用面での課題を指摘され追い込まれる志願者この逆境を乗り越え反撃の一手を繰り出せるかトラとの攻防戦は続くあとすみませんシステム開発って何をシステム開発するんですかあ、はいえっと、このボードゲームシェアリングサービスはあのたくさんのボードゲームを取り扱うことになるので、まあ、その反感システム まあ、どれぐらい在庫があって、どこから在庫を借りたのかとか、そういうのを管理するものだったりとか、どこに貸し出していて、でその人はどういうプランなのかとか、そういうのを、えっと、管理するものになっております。で、それと、えっと、あのウェブと連,携させ連結させて、でまあ、今のところこのボードゲームないですよとか、そういうところをできるようにしたいなと考えておりますそれが200万円、見積もり取ってみたら200万円だったよってことですかね。 うんこれちなみにそのまんまねかけすぎちゃうかけすぎですよねそうなんですよ <laughs>、うん、や安くできるならあの全然知りたいです、うん、<laughs> すいませんちょっとシステムはそこまで詳しくなくて <laughs> これなんか YouTuber さんのリストがあるんですけどはいどの人が一番有名なんで、はい、一,一番上じゃないですかダントツどおりですかントツですよね、うん、えっと正確に言うと一番上の大石加藤のピザラジオさんなんですけどはい まあ、おもちゃを全般的に扱っているところになりますね。ああ、なるほど、まあ。ボードゲームも結構やっていただいてるんですけど、まあ、子ども用のおもちゃだったりとか、えボードゲームを中心としているところですね。うん、なるほどこのチャンネル。ファミリーは、あすみません、ちょっと直接本人に聞いたことがないのでわからないと思うんですけど、動画の内容を見る感じだとえ、ファミリーも見ていただいてるんじゃないかなとは思います。 ここがサマーズチャンネルっていうのは大きいですねそうですねあのサの芸人のサマーズさんあサマーズさんのチャンネルなんですかはいあそれなりにボドゲーをしてるチャンネルなんです、ね、そうですねそれなりにボドゲーをしてるチャンネルです、ね、あまあこれはでもなんか紹介してくれるハードルは高いよね <laughs> そうですね高いですねそれは多分ある程度お金を積まないとダメなんじゃないかなとは <laughs> この方々に、はい、あのなんかこういう話してますか上のボードゲーム系 YouTuber さんにこういうことやろうと思ってんだけど やってくんないみたいな話っていうのは、もうすでにしてあるんですか、えっと、それはしてないです、えっと、理由としてはなんですけど、まだこのサービスができるかどうかわからないっていうところなので、その状態で話しても、えやるかやらないかわからないのに、話されてもねみたいな感じで終わると思うので、ちゃんとお金のメドがついて、そこからお話をするのが筋なんじゃないかなとは考えております。 今回だとあの、広めていただく、はいあの、そちら側の話と、あと、入りの方のメーカーさんとも話し進んでるでいいんですかね、これ。あえっと、そうですね。メーカー、このサービスをやることで、あの実際に広めたいなっていう、その、まあ、メーカーさんっていうものではないんですけど、サークルだったりとか、あとはボードゲームカフェさんは、まあ、実際に、えっと、 まだやるっていう話はできてないので、えっと、こういうサービスをやるんだけど、どうみたいないうところで、いいねまではもらってます。えっと、今回買ってくるのって、これ買うんでしたっけ借りるんですよね。あ買うのもありますし、買うのはあの相手さん、あの熱中して、これやっぱ買いたいわって言って買うってやつですよね。そうで,すねで、これはもともとどこから仕入れてくるというか、ボードゲを提供してもらうのはどこからですか、これ。 えっと、そういうサークルさんサークルさんから提供してもらう。そうですね。そこいっぱい在庫持ってるんですか。現状なんですけど、集まっているのは1000個ぐらいになります。で、一応スケジュールなんですけど、3か月で <laughs> まあ残り1000は集められるんじゃないかなとは考えております。でまあどうなんだろう。もう、ね、全然その辺は大丈夫なんですかね。はい。それは問題ないかと思います。えっと、その理由としてはなんですけど、 このボードゲームサークルさんのメリットとしては、その認知度を上げるために多分ボードゲームを体験していただかないといけないっていうところはあると思うんですね。なので、このノースは実をやるよって言えば集まってくるサークルはそれなりにいるんじゃないかなとは思います。で、あとボードゲームカフェに対してもアプローチはしていくんですけど、えー、そのメリットとしては、あの、ボードゲームカフェって倉庫に眠ってるボードゲームとかも結構あったりとかするんですね。 そういうところの場所分けとしても役立つのかなとは考えているので、まあ、そういうところに営業はできますねこれちょっと、トモハッピーに聞きたいんですけど、僕はい、1年後にサブスクの会員が1000人ぐらい、1100人ぐらいを想定してるんですけど、はい、でなんか、トモハッピーの肌感的に、はいえ、全然いけるよって感じですかいや、厳しいと思います。うん 株式会社ハレルヤ代表斉藤智春世界で絶大な人気を誇るマジック・ザ・ギャザリングポケモン・カードゲームの専門店を運営通信販売実店舗経営 YouTuber トモハッピーとしての活動で年商は50億を超えるホビー界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのかあるいは強烈な一撃を叩き込むのかなるほど、はい、あのなんかもともと個人間でボドゲ貸したりとかはあると思うんですけど。 それでお金取るっていうやりとりが普段ないですよね。おそらく。ボドゲをいらなくなったのを売ったりあげたりはあると思うんですよ。貸してお金を取るっていう文化がないですよね、そもそもね。普段。はい、それはないですそうですよね。はい、無償ですよね。大体友達同士とかだったら。はい。なんか、普段お金を払った経験がほとんどないことにお金を払うっていうハードルって結構重いんですよ。例えば、なんか、なんだろう。 牛丼500円で食べたことはいっぱいあるから近い値段だったら食べることに抵抗ないんですけどパンの耳を500円で売っててもあんまり買おうとは思わないんですよね。それは0円とか50円とかが定番の価値なんで結構でそのレンタルに価値がないって言ってるんじゃなくてお金を払ったことがないものに払うハードルって結構高くてしかもボドゲ好きの方がまあ4万5000は少なく見積もり過ぎにしても。 まあじゃあ仮に50万人いるとして大体はもう遊ぶインフラとかコミュニティを持ってるんですよねすでにそれは家族とか友達っていう規模かもしれないしボードゲカフェとかボードゲグループかもしれないし会社の部活かもしれない要はボードゲームの人が集まるコミュニティとか集まる環境っていうのはボードゲームももうすでにこういろいろ遊べるようになってませんかねだからターゲットがちょっとボドゲ好きの中でもそもそも狭くてしかも そこにお金を払って借りる文化があんまりほとんどないっていう状態なんで結構厳しい戦いだとは思いますよ僕はそう感じますっていう回答であ,ありがとうございますはた、いはい、ただその解消はあるかもしれないですトモハッピーの方向を浴びる志願者対する志願者の反論は吉と出るか京と出るか次回最終話 衝撃のラスト。見逃すね。やっぱ本気なんで。なんか。やっぱお金。